1974年元町再開発事業途中の原爆スラム周辺国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成被爆前被爆後被爆前後の爆心地周辺1988年中央公園周辺国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成原爆スラムは、広島市中区元町の本川沿いに広がっていたスラムの通称である。放実する再開発事業により、現在では消滅している。あいおい橋の北に位置することから別名、あいおい通りと称されていたが、現在のあいおい通りとは関係ない。江戸時代には、広島城の本丸に隣接した、この地域には武家屋敷が広がっていた。 明治になり陸軍第護師団が置かれると、この一帯には、師団司令部や、西連平城、砲兵隊、不評十一連隊、陸軍病院などの施設が設けられ、軍と広島の中核となっていった。しかし1945年8月6日の原子爆弾の投下により、爆心地に近い、この地域は海人に介した。戦後、この一帯は、中央公園として整備が決定し、 公園用地に応急住宅を建設するなどした。しかしこの西側の本川沿いは、生き残った者や疎開から戻ってきた者、引上げ者などが焼け残った途端板や板切れを使ってバラックを建てて住むようになり、1960年頃には900個に及ぶ住居が密集し名路のようになっていた。1965年7月23日の中国新聞によると、 この地域を最初に原爆スラムと呼称したのは当時の広島市議会議員に戸ぐりつかさである。これはこの不法バラック群の解消及び住宅対策に国の補助金を得やすくするためであった。原爆スラムの住民を吸収するため改良住宅と慢性的な住宅不足に対応するための公営、公団住宅を高層住宅として建設し、 それに合わせて、ショッピングセンター、小学校、集会室などの施設も整備する計画が作成された。この事業計画は、全域が国有地で住民側に所有権がなかったことを背景として策定されたが、実際には住民の反対運動が起こるなど難航した。しかし大小幾多の火災が発生したことなどを受け、1968年に、 元町地区再開発計画が立案され、10年の歳月をかけすべてのバラックを撤去した上で整備が行われ、1978年に完了した。このため1970年代初めまで、旧広島市民球場の横にはまだ、原爆スラムの一部が残っていた。かつて原爆スラムのあった本川沿いは、緑地帯が広がっており、原爆スラムは元町、 長寿園高層アパート群として生まれ変わった。周辺も広島市中央公園が設置され、広島美術館、広島市立中央図書館、広島市映像文化ライブラリー、広島グリーンアリーナ、広島市青少年センター、広島市子ども文化科学館、広島市子ども図書館、中央公園ファミリープールが整備され、文教地区となり、当時の面影は全くない。 都市再開発の成功例として、都市計画の教科書にも記載されている。ありがとうございます。